動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子馬尾真です。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地鬼怒川温泉なんですけれども、やばいですね。雨が降りました。これは急がないといけない。去年会津旅行をさせていただいた時に気になっていた駅があるんです。その名も龍王峡といいます。龍王峡は非常に素晴らしい景勝地だというお話でしたので、あとは天気と相談なんですけれども、龍王峡をこの目で確かめて散策を目的とする動画を撮りたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今回の旅も始めていきまーす。コインロッカー300円。次の会津田島行きの電車16時42分。現在の時刻が4時6分なので、残り37分待つ必要がありそうです。売店で鬼怒川サイダー買いました。とちおとめ味飲んでみます。本当だ。しっかりいちごの味がする。いちご本来の味がします。ではこのフリーパスを使って鬼怒川の旅を満喫したいなと思います。乗り口はどっちかな。ついにこらえきれずに雨が降り始めましたね。会津田島行きの特急リバティが来ました。ここから先、会津田島までの区間は特急券が不要になります。これは特急リバティ乗り込みました。いやー、うちも今市以降会津田島まで特急券なしで特急列車に乗れるっていいですよね。見てもらいたいのは特急リバティの線路、こんな感じに紫色でおしゃれな気がするんですよね。これから僕は野岩鉄道の区間を挟みつつ龍王峡駅を目指します。龍王峡駅を降りるとすぐ2つ滝があるらしいです。その滝を見せてきたらなと思います。まもなく新藤原に到着いたします。お出口は左側です。新藤原を出ますと次は龍王峡に停まります。龍王峡駅到着しました。まだ僕は栃木県日光市です。あまり遠くには行けないので、にじみの滝、縦ごとの滝、これを見たいと思います。雨も結構降ってますんでね。じゃあ一回札を出ましょう。すごい雨の音だ。この駅降りたことがないので本当に不安だらけなんですが、滝が見られるでしょうかね。着きました。ここが竜王峡駅の出口です。あ、駅員さんいらっしゃる。ではここからは傘を差しながら行きたいと思います。雨がだいぶ深刻です。駅員さんのお話では、この先に鳥居があるらしいんですよね。その鳥居の先に滝が2つあるということなので、悪天候の中ではあるんですけど、見ていきたいなと思います。で、ここ、猫が多い。竜王峡の駅の中にも猫がいたんですよね。カメラが防水用ではないので、気をつけながら見て回りたいかなと思います。これですね。これが五竜王神社。さあ、先へ進みましょう。人はいないです。こんな雨の中歩いて滝を見たいなんていうのも僕ぐらいでしょ。ああ、イワナの塩焼き600円なんだ。もう今日はやってないんだな。もしかして入れない？いや、いけそうです。いけそうです。ここに書いてあるんですけど、この歩道は自然の中の歩道ですから、足元に十分注意して歩行してくださいということなんで、この階段をゆっくり降りていきましょう。ハイキングに適した格好で来るのはいいのは分かってるんですよ、本当は。でもね、僕は旅する生き物男子って自分で名乗っちゃってるから、生き物で頑張るしかないですね。行ってる間に激しく滝壺へ流れ落ちる滝の音が、滝見えてきましたよ。意外と近いところにあった。すごい。この階段、撤退用ではないですから。あ、見えてきた、見えてきた、見えてきた。いやー、すごいな。滝の圧がものすごくすごい。これが自然の滝。神社のようなものが見えますね。雨足が強くなってきたので、すいません、ご無礼します。あー、これだ。滝の音でうるさいかもしれないんですけど、これが雪見の滝だそうです。滝壺に落ちる水の音がすごいです。後でお伝えします。そして向こうに見えるのが虹橋という橋なんだそうです。こんな感じの橋なんです。どうやって行くんだろう。この滝の上流にもう一本滝があって、こちらは縦ごとの滝という名前なんです。知ってるかな？全く関係がない。この雨、なるべく怪我をしない範囲で頑張っていきたいと思います。大丈夫そうだ。あの道を登れば虹橋行けますね。よかったよかった。階段、ここは抜けてる。あ、なるほど。そうか、ここからここへ向かってるわけですね。ここ大丈夫かな。利用橋についてはこんな説明があります。これは大変だな。うわー、すいません、にじみ橋を渡るのはやめます。これ以上は危険すぎる。雨じゃなくてもっとよかった。戻りましょう。縦ごとの滝が見れればこの奇跡は発生となると思います。ああ、どうしよう。縦ごとの滝までは 40m なんですけど U ターンしましょう。今回の動画はどうだったでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。